ナミさん、赤いキツネと緑のタヌキっていうのはね、昔からありますけども、赤い画面と緑の小池都知事ですか。今回はですね、ダイダルスウォレットを開こうと思ったら真っ赤な画面になっちゃったみたいなね、動画を送っていただきました。私もね、この経験あるんですよ。動画編集するじゃないですか。そしていろんなものをね、ゴミ箱フォルダーに入れたりとか、あとはフラグが立っちゃったりするんで、要するにメモリがね、デスクトップ上にいろいろとこうゴミのように溜まっていくんですよね。で、そういった状態の時にダイダルスをいじろうとするとハードディスクの容量が足りませんみたいな感じで出るんで、まずはゴミ箱内を全部削除しますね。次に使用済みのダウンロードしたそういった素材を全て削除します。だいたいこれで OK かなと。デスクトップ容量かなり私も広いものを撮ってるんですけども、まあ、それでもね、やっぱり動画編集とかをしてるとこういうふうなハードディスク容量が足りなくなると問題結構あるんで、こまめにデフラグをしたりとかね、ディスククリーンアップする必要があるのかなというところですよね。ダイダルスにはまた教えられちゃいますよね。まあ、なんだこりゃーで始まるみなみさんの動画ね、なかなか面白かったです。3分ほどの動画だったんで、すっかり見ちゃいましたけどね。いつもご覧いただきましてありがとうございます。そして送っていただきましてありがとうございます。まあ、このやりとり、やっぱ楽しいですね。それでは、以上です。